ハウはなんかあれだよね。ほわほわと厳しいことを。変わらないな。と言ってもあれからまだ2年か。もともとここにおったってことかな。秘密基地みたい。あんまりはしゃぐなよ、ハウ。子供か。とはいえ、緊張でガチガチよりはマシだがな。これからどうするの？この先にラブが2つある。俺が手前のシークレットラボ A を調べる。お前たちは奥にあるシークレットラボ B を任せた。なんで手前なの？そもそもなんで詳しいの？気を引き締めろよ。ザオボーのことだ。俺たちの存在もう知れ渡っているだろう。あー、無視された。もう、ハウ、ホワホワしすぎ。あれだよね。グラジオの方が緊張してるよね。あゆな、これあげる。なになに？緊張感ないな。元気の塊を手に入れた。ありがとう、ハウ。リエリエ困ってるよね。引き締めていこうね。引き締まってないよ、態度が。シークレットラボって明らかにやばい感じだろうと。まあね、明らかにやばいんでしょうね。どこ？シークレットラボ。奥ってどれ？これかな。ん？入れんかった。どこ？シークレットラボ。これか。おお、なんかめっちゃおったんやけど、びっくりした。侵入者発見。シークレットラボを守ります。なんかグラジオあの奥におらんかった？気のせい？なんか一瞬チラッと足元が見えたような気がしたんやけど。あの人は行けて私は行けないの？エーテル財団の職員が勝負を仕掛けてきた。なんか危険そうなんだけど。顔も見えないよ。おお、ベタベタ。あれやね、なんか毒ガスマスクみたいなのつけてない？毒ガス用ではないかもしれんけど。おいし、それじゃあ、月光河で、ジェットパワー行こう。スーパーアクアトルネード。なんか久々な気分。おいし、行くよ、月光河。ジェットパワーを体にまとった。全力のジェット技、スーパーアクアトルネード。いやー、なんでベトベトとベトベタあんなにカラフルなんやろうね。急所に当たった。お、やったね。月光が多めに経験値を。よし、一匹だけやったんや。どうやら私は負けたようですな。冷静だね。冷静だね。侵入するよ、いいの？ほら、あっこグラジオおるよね。絶対。シークレットラボにいるのは開発者だけだぞ。次は私だ。エーテルパラダイスの開発力を見せてやろう。なんかちゃんと一人ずつ順番に来てくれるのが。めっちゃなんか礼儀正しいというか。てか、エーテル財団の開発力の、ってことは何？エーテル財団が開発したポケモンを出してるの、今。別に違うよね。これレアコイル、レアコイルのまんまよね。これはちょっと、ポケモンを。岩んこ。そっか、岩じゃダメなのか、地面じゃないといかんのか。じゃあ、いなくね。よし。月光が戻って。一見、ぬいこぐま。格闘が効くのね。レアコイルってああいう風に分かれるんやね。おいし、アームハンマー。もしかしてコイルが3匹集まっとるだけとかそういう。くそ、1か、1耐えやがった。何今のレアコイルの目。すごい目細めた感じやったけど。おいし、暴れる。先にそっち来やがった、マジか。ずるくない？こっちじゃない？先に。ちょい。ヤトウモリ出しとけばよかった。ね、効果抜群だらけやん。いや、でもあれか。結局、ぬいこぐまだってさ、効果抜群やったけど、1耐えられたんやもんね。しょうがないか。
一匹だけ？おし、全員一匹ずつかな。ポケモン勝負に関する開発はしてなかった。そこもせんと、爪が甘いよ、爪が。新しいモンスターボールを開発しているのです。アローラにいないポケモンを捕まえるためのものもそ、ん？アローラにいないポケモンを捕まえるためのものだそうだ。探し物はコスモークだろ。あいつを使ってどんな実験をしていたか、知りたければ俺に勝て。よし、きっと余裕で勝ちます。てか回復したいんだけど、ノイコグもやられたまんまだし。さあ来いよ。もう男か女かもわからんけど、俺って言ったけんきっと男なんだろう。ポリゴン2。超久々に見た。超久々に見たポリゴン2とか。懐かしいね。おいし。え、なにエスパー系やったっけ。とりあえずジェットパワーで行こう。ジェットパワーで行けば大抵やっつけれる気がする。さあ行くよ、月光ガー。月光ガーはジェットパワーを体にまとった。そして解き放つ全力のジェット技、スーパーアクアトルネード。なんかポリゴン2ってさ、おまるみたいよね。お、一発。よし、これで全員に勝ったよ。本当に勝つんだもんな。素直ってすごいよな。感心してもらった。ありがとう。コスモークは鍵ですよ。ウルトラホールを開けるための。戦うのは苦手です。ひとまず消えるとしましょう。苦手やのに勝負を仕掛けてきたんよね。何？どうした？いや、何よ。なんか言えや。表情もわからんないけどさ。僕たちが行くのはシークレットラボ B だろと。ね、さっきこの辺に、ほら、やっぱおるやん。助けろや、おい。ここにはいない。というか入るな。俺もヌルも似た者同士、作られた存在なんだ。俺は母の飾りとして、いつも選ばれた服で言われた通りに振る舞い。ヌルはビーストと戦う。そのためだけに準備された。そう、この忌まわしい部屋でな。あそこは君の部屋なのね。なるほど。お、不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。ってことはここ？ん、人がいっぱいおるよ。おお、びっくりした。何急に。あ、お前らなんだ。汚い手で触るな。大事な研究なのよ。子供とはいえぶっ飛ばすわよ。言葉遣い。で、私も人のこと言えんけど。さあ、来いよ。二人でか。エーテル財団の職員とエーテル財団の職員がって書かんでもさ、エーテル財団の職員たちがにしたらよくない？お、ライチュー。いいね、いいね。よし、行くよ。とりあえずゴーリキーにツバメ返しで一撃。月光が、はい、効果抜群。あっちの子は何系？水かな。絆変化。いいね、いいね。んで、バニリッチ。水かな。バニラアイスクリーム。ライチュウの技がきっと効く。氷タイプ？でも氷タイプでも、電気技って効かんっけ？あれ効かんかったんかな？わからねえ。Z パワーでいこう。わからなければ Z パワーでいく。それが一番確実。さあ行くよ、月光が。はい、Z パワーを体にまとって。全力の Z 技、スーパーアクアトルネード。ゴーリキーはね、格闘系に飛行が効果抜群っていうのは覚えとったけん。おし。お、ヤトウモリがレベル44に上がった。
ありきたりのセリフですが、光あれば影もありますよ。綺麗事では実現できない世界もあるのよ。わかる？まあね、それはしょうがない気がするけど。ポケモンは調べるのが専門で、戦わせるのはいまいちですよ。隣のラボ A の連中は鍛えていますけどね。何せ研究対象があの暴れ者ですから。ねえねえ、リエリエとコスモックどこ？あの暴れ者って一体何？ヌイコグマか？私たちはずるい大人だから負けても教えない。少なくともここにはいない。見たらわかると思いますが。てかみんななんか去っていくのね。なぜ？ねえねえ、アユナ、手分けして調べようよ。何か手がかりあるかも。てか君が一緒に来てるとは思ってなかったよ。ラボの資料ちゃんと読んでみろとよ。このなんかあからさまに一個だけ読んでねとばかりに。エーテルレポート、ウルトラホール。モン博士が発見したウルトラホールの先には、別空間。待って、見てない。ポケモンらしき存在、仮にウルトラビーストとする、が、いると推測される。あ、そのウルトラホールには？はぁ、あ、で。他には何も。さっきのさ、何、バニリッチやっけ？こんな感じの形やったよね。エーテル財団のマークみたいな。エーテルレポート、コスモック。コスモックは別空間、ウルトラスペースからやってきた、ウルトラビーストの一種と推測。ストレスを与えることで逃亡のためなのか、ウルトラホールを開ける能力を発揮する。現在、ストレスを与え、ウルトラホールを維持する装置を開発中。ストレスを与えないであげて。コスモックってもしかすると、ウルトラビーストなの？グラジオに知らせるね。ハウを追いかけろと、ダッシュダッシュ。オッケー。ん？グラジオに知らせた？あ、来た。何かあったか？コスモックのことは少し分かったよ。ウルトラビーストかもしれなくて、ストレスを与えると、逃亡のためかウルトラホールを開けるだって。きっちり聞いとたんやね。ストレスを与える。だから案じて連れ出したのか。でも手がかりなしだね。ああ、そんなことはザオボーにも分かっていたはず。なになに？やられたかもな。え、なに？やられたとは？グラジオって言葉少ないのかっこいいと思ってるよね。追いかけよっか、みんなで来たんだしさ。ハウはなんかあれだよね。ほわほわと厳しいことを。目指すはエレベーターホールと、さらにダッシュダッシュ。入ってやろう。特になんもないんじゃない？へえ、てか同じ部屋やん、あっちと。欠落している怪しいファイルがある。閲覧しますか？お？どれを見ますか？何これ飛びすぎじゃね？ BKP 開発記録2。対 UBO 戦闘生命体 B、ビースト、K、キラー。開発プロジェクト予算案、代表承認により可決。なあ、難しいぞ。BKP 開発記録、シャープ5。新大地方、ミオ図書館開発資料回収。タイプチェンジプログラム、AR システム、使用策定。同システム専用メモリ、使用策定開始。え？ファイル7。BKP 開発記録、シャープ7。さっきのタイプっていうのはタイプ塗るとかそういうやつのことよね。遺伝子モデル全タイプ、細胞採取完了。骨格モデル設計図承認。バイオフレーム、培養開始。ファイル11。BKP 開発記録11。AR システムプログラム、ダミーテスト完了。全18の専用メモリによるタイプチェンジ成功。AR システムプログラム、モデル移植開始。BK 正規名称、タイプフルに決定。タイプフル？ヌルじゃない。18は？ BKP 開発記録、シャープ18。SN01、SN02、SN03、3モデル製造完了。AR システム起動テストにて、全モデル AR システム拒絶。タイプフル、全3モデルとも起動エラー、後暴走。え、怖い、なんか、ファイル44。BKP 開発記録、シャープ44。AR システム拒絶反応。緩和制御マスク装備。制御マスク装備による AR システム起動テスト失敗。タイプフル、全3モデルの永久凍結決定。モデル、名称変更、タイプフル、
からタイプヌル。お？タイプヌルのことや、やっぱり。へえ、なんか落ちとるよ。回復の薬を見つけた。モニターに何か映っている。ちょっと見てみますか。ほい。どれを見ますか？はじめまして。アローラ地方で働く支部長 S のブログ。タイトル、はじめまして。皆さんは出社に興味はおありですか？はじめまして。叩き上げのエリート S と申します。このブログではサクセスについて語っていきます。あ、よくある。よくある怪しげなブログ。マルチタスク。アローラ地方で働く支部長 S のブログ。タイトル、マルチタスク。現在私はとあるプロジェクトと並行し、スペシャルなボールの開発を前任から引き継ぎました。マルチタスクをこなす姿に部下のモチベーションもアップ。自身の才能を見せてやるのも OJT の一つですよ。OJT って何？リスクヘッジ。アローラ地方で働く支部長 S のブログ。タイトル、リスクヘッジ。上司にあえて無断で進行した仕事があります。いざという時、ある生物を制御するアイテムの開発。これはトラブルの際のリスクヘッジとして、自分の身を守るために作らせたのですが、効果不効果、日の目を見ました。常にリスクを想定した行動は重要ですね。粉飾。アローラ地方で働く支部長 S のブログ、粉飾？タイトル、粉飾。上司の家族が研究の成果を盗んでいきました。ですが、この件はあえて上にエスカレーションしてありません。ミスを叩かれますし、家族のこと、上司も面白くないはず。必要に応じた事実の粉飾はポストを守る。重要なタスクと言っても過言ではありませんよ。粉飾はダメだよ。犯罪じゃないか。んで？てかね、普通にあの前開けたけど。鍵ぐらい閉めていかんの。鍵とかないんかな、別に。何？もうすでに上に行ったの？他に行けそうなとこも落ちてるものもないよね。よし。じゃあ、エントランスへ。気が早いな、グラジオ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。